空手道指定型自由視点映像撮影シリーズ。この動画では全日本空手道連盟第一指定型のポイントを自由視点映像撮影システムで多角的に解説していく。今回はサイファー。短い型であるが立ち方の種類が多く、また剛柔流の特徴のある技が多く含まれている。各立ち方の正確さと移動のスムーズさが求められ、手技とのバランスが大切である。では開始。サイファー。すり足で腰が上下しないように移動する。右腕は体から拳一つの間隔で体に沿って振り外す。裏剣打ちは手首のスナップを効かせ、当たった位置から素早く引き戻す。膝当てをする足はつま先を下に向ける。肩よりやや高く、肩幅よりやや広く、正拳もろ手突き。足払いはあまり高くしない。足の着地と同時に額の高さに懸垂打ち。左正拳突きは右足の着地から間を置かず肩の高さをつく。左拳はかけながら甲を下にして脇に引く。右将は眼下の高さに背頭打ち。以上、空手の極意は型にあり。空手ワールド。